天体の出没とは、天体が地平線の上に現れること、及び、下に隠れることである。一般に、天体の出没の時刻は、太陽を除き、その天体の中心が地平線と重なった瞬間とする。フロリダデートナビーチの日の出太陽の出没は、現れる方、日の出、肘、隠れる方、日の入り、日没という。日の出日の入りの時刻は、 太陽の上端が地平線と重なった瞬間とする。すなわち、日の出は太陽が少しでも姿を現した時であり、日の入りは太陽が完全に隠れた時となる。日本においては、1902年まで当時歴の編纂していた東京帝国大学は、太陽の中心が地平線に重なった瞬間を日の出、日の入りの時刻として観測していたが、文部省の告示により、 1903年以降は太陽の上端へと変更することとなった。日の出日の入りの時刻は季節や場所によって変動する。日本では日の出は夏至の一週間が前頃が最も早く、当時の半月後の年明けが最も遅い。日の入りは夏至の一週間後頃が最も遅く、当時の半月前頃が最も早い。大気などの影響により、 日の出直前及び日の入り直後の数十分間は空が明るい。これを白明という。なお、日の出や日の入りに宗教的な意味合いを持たせる例もある。日本では1月1日の日の出を初日の出と称して特別視する。これは太陽神信仰によるもので、世界中でも日の出、東を、生、復活、日没、西を、死の象徴とする文化は多い。 使と再生の神刑事訴訟法では、令状の執行が制限される、夜間の定義について、日じまえ、日没後との文言を用いている。その他の法令にも、日じまえ及び日没後、日没から日出までの間などの表現により、夜間が定義される例は多い。なお、風俗営業等の規制及び、業務の適正化等に関する法律33条6項は、 深夜営業規制の適用外の定義について、日時,時から午後10時までの時間との文言を使用していたが、2015年の法改正により、午前6時から午後10時までの時間と書き換えられた。月の出没は、現れる方を月ので、日立ち、隠れる方を月の入り、月没という。月ので、月の入りの時刻は、月齢により変動する。1日の時の月のでは、 日の出とほぼ同じ時刻であり、満月の時は日の入りとほぼ同じ時刻となる。満月を過ぎ、月の出が、だんだん夜遅くなり、立町月、ち町月、寝町月と呼ばれる。ありがとうございます。